その年、超新星爆発によって新しいブラックホールが一つ生まれ、地球の磁場の数兆倍の磁場が静止、地球に向けて新たな信号を送り始めました。そして確率的には無限にありえない2つの別々の隕石が同時刻にそう離れていない場所に落下するという事件も起こりました。